トルヒーロョは、スペインエストレマドゥーラ州、カセレス県のムニシピオ。トルヒージョ、トルヒーヨとの表記も見られる。現在のペルーにあたる地域を征服した、コンキスタドールとして知られるフランシスコ・ピサロの出身地である。県と、カセレスから47キロメートル離れている、モンフラグエ国立公園と接する、通り加工岩室のバソリスの上に町はあり、 戦死時代とローマ以前の遺跡が残る。ローマ時代、町はトゥルガリウムと呼ばれた。後に、イベリア半島へ、西郷都族が来襲しても、町の人口は属州ヒスパニア時代から定住する、ローマ系市民が優勢であった。イスラム支配下では、バダホスに本教を置くイスラムの大ファに属した。500年にわたる、異教徒の支配の下幾度ものキリスト教国軍の侵攻が続き、 1186年にアルフォンスを発生によって征服された。しかしムワヒド朝が勢力を強めてくると再度征服し、再びキリスト教徒の町となったのは1232年フェルナンド3世の時代であった。1430年フアン2世が都市の地位を授けた。当時すでに市場壁の外にはユダヤ人の定住地があった。 人口が増加するトルヒーリョは、次第に、城壁の外へ、過去一の外へ拡大していった。現在のマヨール広場は、新大陸へ探検に行った、トルヒーリョ出身者が帰国後建てた、壮麗な邸宅で飾り立てられた。フランス軍が侵攻した時、住民だけでなく建物や公文書も損傷を受けた。ありがとうございます。